こんばんばはーあれだけさ「日尻日尻」ぷとか言ってさ「6時になったら日尻が」とか言ってさ言ってたのにさすっかりさすっかりさ見るの忘れてさ今急いで見た。 見てみたけどまださ名前公開されてないけどさ一生懸命 X でさ調べてさ私ちょっとこの一瞬だとなんか分からんからそれめっちゃ元アイドルいるてか HKT の子いるよね元ちょっと私はこの一瞬でさ 見つけられんかったけど <laughs> X では言われてたまた HKT の子いるすごくないこうやってさ100人にさ生き残ってんのがすごいわまずオーディションがいっぱいあって。 え、てか今回菅井先生いないじゃんあそうリミカちゃんリミカちゃんえ菅井先生いないじゃん <laughs> 次の二十分楽しみが <laughs> あ痛いないだよいい本木さんいるいつから放送なんだろう。うん。 うん、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 うん。放送。はい。いつから、いつからですか。レミノだよね。レミノ。ノ 10月5日,だ10月5日あと1ヶ月ある10月ってことはあそう今回のセンターそうニジプロもガルプロもデスこコ。 うんそんなもんなん気がするけど始まったらあっという間に終わるんだろうな最近ほんとにオーディション番組が多くてでなんか街の今もいろんなあ日本じゃなくって韓国とかであのいっぱいオーディションやってて。 で私のママが,あのプデ私がプディ出たのきっかけにめっちゃオーディション番組ハマってでいろいろママも見てるんだけどなんか昨日はあのさくらさんとかがいる「ルセラフィムのあの事務所ハイブのハイブの赤事務所の,あの女の子のハイブの練習生たちが出るあの。 ガールズグループ作るオーディションやってたんだけどそれが昨日最終回でデビューメンバー決まるって言ってでデビューメンバーが決まるって言うからもうその日ずーっと一日中なんか一挙放送みたいなのやっててでずっと見てたいや全部見てないよ全部見て私はそんな見てなかったけど 日報はレミノで見れますよ。どこもですね。レミノ、レミノ見れるのかな。最新話だけ無料で見れる。だから追いついてればちゃんと見れるって感じかな。 最近結構アベマ多かったりしたけどレミノですでも,もあの一曲だったらもう分かんないですよ私にはまた。 いさんもなんかこうやってなんかずっといろんなオーディション番組見ててこう思ったんですけどオーディション番組難しいなと思ってなんか自分がまず自分があ好きだっていう子がもうそのグループデビュー面に入んなかったら。 その時点でちょっとなんかもうさあ応援する気なくなったってなるじゃんその子が入ってなかったらニジプロもママから見させられてますよだから見てるよでもなんか YouTube に上がってる人しか見てない34話ぐらいまでしか見てないですまださてなんか入んない で,でもなんか逆に入った入ったでそのグループ応援する気になるかって思うじゃないですかでもなんか意外となんななんんいだよねなんかやっぱバランスが一番大事結局もちろん推しがいるのも大前提でかつなんかグループの周りも良くないとお好きにならない っていうことに最近気がつきました、まあでも面白いから見るけどね番組自体はさこう面白いけど「アート・フォーティート」もう終わったよねあれえれ、あれ,あれえあれってもう最終回 アートフォーティートのやつ見たよ今日あの TGC のあそっかこのまんまあのなんだらのカムリ番組になるから続くのか 見たよ確かに放送枠もあるしねクール的にそうあれってさ結局さ AKB の派生ユニットなの なんか、あれは AKB ののユニットなのあれってさあどれぐらい活動するのみんなそれ知ってんのそれレコード会社違うじゃないですかレコード会社でもなんかさあ今までの派生ユニットもさあいろんなレコード会社さんからさあ出たりしてたじゃんが あみんなも知らないんだ。とてもなんか結局派生ユニットっぽいよね。なんか曲調違うからこそみたいな。なんかあの VR みたいなユニットあるじゃないですか。 VR みたいなユニットはあの別のとこか曲出してないけどそれよりももっと派生ユニットみたいなとだから一般の子ってさしばらくしたら AKB になるのかなって思ってさそう私はさ優香ちゃんと一緒のグループだったからさ優香ちゃんがデビューできたからさなんかなん。 会えたりするのかなって思ってさ、エキビのコンサートとかに出るのかな。あ、D.H. の所属なんだ。あ、じゃあもうエキビじゃん。え、どういうこと？<laughs> え。 <laughs> え <laughs> じゃあ会えそうそうそうだってさ AKB の公式がさ言ってるもんねあライブイベント定期的にやるんだ クラブファンクラブはね今流行りだからねえ田中れいちゃん絶対次来てくれると思う私もう予言しとくわ次19期絶対いるれい <laughs> <laughs> ちゃん絶対次の19期お披露目された時に絶対いるから <laughs> しかもそう受けてくれてるしもっともっと AKB あの可愛いい子だみんなも好きなタイプでしょあれあれなんかあの子は AKB のなんかファンの人たちがこう好きなタイプの子って感じする。 なんかわかる言いたいこと。なんかそういう子っているじゃないですか。なんかやっぱさ、ここのコンセプトには合わなかったけど、やっぱここは、なんか、ここには合うみたいな、やっぱそういうコンセプトの違いで落ちちゃう子っているじゃないですか。あの子絶対 e k b になったら人気出ると思う。 だから AKB 来て欲しいよね私はさもともとアイドルファン上がりだからなんか分,かるなんか分かるのよしかもいろんなさ AKB ってさもうちがさ一番多かった時と120人ぐらいいたからさいろんな人見てきてなんかこういう人が人気出るとかなんかさ分かるじゃん。だからそれで。 でしなんなんかななんだろう AKB 向きだな,な AKB のファンの皆さんが好きな感じの子だろうなとも思うしそもそもこう何スタンスがめちゃくちゃいいからめっちゃ練習頑張るしすっごいいい子だからなんか欲しいって感じ。 むしろ <laughs> 受けたそうあのレイちゃん以外にもね私がさ学生って関わった子とかいっぱいみんなやっぱほかにもアウト部受けてくれててでなんか「あこの子 AKB っぽいな」みたいな子やっぱさいるからさ何人かあ「この子はもうちょっと違う分野の方が似合いそうだな」とかもちろんいるわけ。 いちゃ私が一緒になったグループの一般枠の子の中でずば抜けてなんか AKB のファンのみんなになんかぶっ刺さりそうな子だなって <laughs> <laughs> 思ったしそうメンバーからしてもああいう子があのグループにいてくれたらありがたいって感じの子だからまだ若いし。 でしょだからさなんかそうやってなんかこういろんなんでーゃんショだった子とかも絶対さまあ19期さ募集するじゃないですかだから来てほしいなーって <laughs> 思ったりしますそうれいちゃんもそうだし他のなんか子たちも含め AKB で受けてくれたら。 いいいなって思いますそうでも本当になんかひーさんも卒業されてしまうじゃないですか。それもびっくりしたしなんかこうやって卒業される。 先輩がいるってことはこう新しく入ってきてくれる子がいるってことだと思うから私は、うん、武道館で言うともうあのなんだっけだってさ3日目のコンセプトがさなんか未来の AKB みたいなの言ってるんでしょ何だったっけなんかそういうふうに言ってるってことはもう絶対そうでしょ <laughs> どうだわかんないけどなんかそんなさあ気しちゃうよね なんんかあんまりそうなんか私たちも知らないんですよいつがあのいつ何期のオーディションしてとかそういうので私たちもその場でしか知らないから内通者やば 知らないから、いろんな発表も。そう。だからチーム子のことも知らなかったしもう、ね、チームが終わることも知らなかったし、そう。だから何も知らないの本当にみんなと同じタイミングですることが多いから、こうやって好き放題言えるんですけど。<laughs> そう、でもやっぱさ、こう、アウト部はさ、18期の子が結構3人ぐらい入って、 マジですごいめっちゃしかも似合ってたしシングルの売り上げ下がるのかないやだってみんなだってぐるぐる回ってるでしょみんなはみんな別に推しが卒業してもさなんていうのその 二番目に好きだった子が一に繰り上がるか <laughs>、あの、新しい子探して、新しい、あの、か若い子とかそう、そ、そっちに行くから、下がんないと思う。まあ、それはね、もちろん、もう完全に卒業しますって人もいると思うけど、それが時間差でやっぱ戻ってくるんだよ。 もちろんそうやってねもう,もう自分の推しが卒業しちゃったからもうなんかこういやーって言ってなんかしばらくそのなんか推しに対するなんか思いとかが落ち着くまではあの何新しい子を見つけようっていう気にもなったりしないけどなんか落ち着いてくると やっぱりみんな戻ってきてくれるからだってなんか私推しになってくれてるみんなだってまあもちろん私がアイドルの初めての推しですって方も多分中にはいると思うんだけどみんな,なんか結構の多分割合で過去に AKB のこう人たちを好きだったとか好きな子がいてとか。 そういうパターンが多かったと思うんだよねだからそれは当たり前だと思うし私もそうでさそうやってなんかいろんな先輩が好きだったけど私推しになってくれたとかそうだから これは当たり前だと思うんだだよねだからそうこうやって卒業するねこう先輩方とかがいらっしゃるけど結局やっぱそれもそう AKB の強さだと思ってて新しいサークル AKB に入ってくれる子たちもさめちゃくちゃ魅力的なわけじゃん17期ちゃんとか18期ちゃんとかそうだからなんかやっぱ応援したくなるみたいな子が。 ちゃんと出てきてきくれるからそうだからだって今までもさなんかこうやっていろんな先輩方が卒業されてったりとかしてるけどなんか。 正直 CD の枚数的な売り上げはさ大きくこうはなってないわけじゃんまあすっごい全盛期とかと比べたらまあさすがにねそれはあれだと思うけどでも今もうこうやってたくさんの人がこう CD を買ってゲットしてくれたりとかしてて。 だって普通に考えてすごくないですか前回のシングルとか70万近くとかあってめっちゃありがたいことじゃないですかそうやってこん七70万ってさどえらい数字じゃないですかもちろんこうやってなんか AKB にを今好きでいてくれてる人にプラスして なんかもっと他のとこからもまた AKB を新しく好きになりましたっていう,こうあそうそう今まではねこう姉妹グループさんにも参加していただいててって言わかだけど AKB しかいなくてノージマンって本当にすごいと思うからそうだからあれ何,何言ってたんだっけ 何が言いたかったんだっけ <laughs> すっごい重要なこと何言いたかったのか結局わかんなかったあそうそうそう私もあのでもそうやってなんかひーさんとかは本当になんか AKB をもともと好きだった人以上の方を AKB のさこう枠に呼んできてくださったりとかしたじゃないですか。 やっぱそういう先輩方が卒業されちゃうっていうのはすごい大きいことだしなんかそれこそ本当選抜の選抜クラスでこう何活躍されてる方がいなくなってしまえばしまうほどその外部からの新しく AKB を好きになってもらうっていうのは入り口をさ狭くなっていっちゃうから。 だからやっぱちょっとすごく大きいと思います間違いなく、うん、間違いなく大きいからそれをこう補えるように私もいろんなところで活躍できるように自分の最近の何。 活動に対してはやっぱこう選抜では活動できないからこそでもなんかそれ以外のところでなんか活躍してまた新しく AKB に興味持ってくれたりとかあこの子が AKB なんだとかそうやって思ってもらえたら嬉しいなって思っててだからミュージカルとか出た時とかもなんか私も南私とか南とかまあ 南がそうやって言われることもあるし2人ともって言ってくれる時もあるけどなんかやっぱ AKB ってすごいねってなんかこう書いてもらえたりとかするとめちゃくちゃ嬉しいしやっぱアイドルってすごいんだなとか言ってもらえるとなんかこう AKB の看板背負ってまあちょっと特殊だけどなんか一応まあ所属してる AKB じゃないですか私は一応。 でやっぱこう調べた時に「あこの子って AKB だったんだ」ってなるじゃないですか。っていう時にこうななんか AKB がちょっとこうグイッと上がったらいいなって思ってそうまあもちろんこうやって卒業するメンバーが多くて絶対になんかもう,もうこれが本当にアイドル最後の推しですって言ってあのー、ねもう AKB 応援するのもうやめますって人もちろん。 いると思うし普通に普通にいると思うしうまだからその分そうやってなんかここ数年ぐらいはあのそれで外部でのチャンスをいただけてるからこそなんか自分の立ち回り的にはなんかそうやってできたらいいなって思ってこう活動してる部分もあるから。 ね、なんかこうやって卒業されてしまうメンバーさんとかもいらっしゃるけどなんかそれでなんかこうまたさらにパワーダウンしたねとかなんかやっぱり KB もう応援しなくていいやって思われないようにこう 今雪火として活動してるからこそそう思いたいしそうなんか皆さんもいろいろ意見はあるかもしれないけれどもでもそう私に私のファンの皆さんにはやっぱ自分が私を知ってて楽しいと思ってほしいからあんまりこう。 ね、ここ最近 AKB としての嬉しいお知らせってあんまないけどでもその代わりにこうやって外部でのいいお知らせはいっぱいできてるからきっとみんなにも楽しんでもらえてれば嬉しいなと。 思っているところでございます。そう今はねそう合唱頑張ってたりとかするしそれも本当に大学出てたのとあとやっぱミュージカル出てたのがめちゃくちゃ大きいと思うので呼んでいただけたのとあとまあ歌唱力のイベントだとって感じだと思うので。だから 頑張りたいいなって思いますでも本当にやっぱ卒業はめちゃくちゃこう寂しいしそ,うそろそろこう同期だとさきぽんの卒業公演がね近くなってきてるっていうのもあってでも正直全然実感が湧いてないっていうかなんか本当に実 番が湧かないまんま多分当日になっちゃうんだろうなって思うしう多分会えるのもほん次卒業公演なんじゃないかなってぐらいあそうだよみんな是非さきぽに見せかかえてあげてね めっちゃ大変だと、思うさきぽん今だって舞台出るじゃないですか。あ、出るんですよ、さきぽんって。で、舞台の稽古しながら <laughs>。あの、ね、卒業公演が出てくるから、めっちゃ大変だと思うけど。そう、さきぽんめっちゃ今忙しいんですよ。そう、でも、さきぽん。 だからそうこの前『笑点』一緒に行けたのめちゃくちゃ嬉しくてそうねっそうもかき氷好きだからかき氷行けたらいいなそうなんですよ16期ね全然みんなめちゃめちゃ頑張っててで久しぶり久しぶり久しぶりでもないけど半年ちょいぶりのね卒業なんですけど。 でも年数の割にはみんなめっちゃ頑張ってるじゃないですか <laughs> いっぱい人がいてって感じなのでそこ今はねこう特に波動とかで16期は活動さ十六期としての活動もあるし あそうそうあの映像倉庫ねちょっと TwitterX には書いたんですけどあの映像倉庫のリレーラジオリレーラジオっていうのが企画があるんですけどそれであのレミたんこれ誰とやりたいって言えるんですけどなんかレミたんが私の名前出してくれてでレミたんとこうラジオやらせてもらってで結構いろんなアンケートに答えてなんか趣味はとか特技はとかいろいろ書いたんですけど。 なんかそれでなんかとんでもない食レポみたいなのをあのやってみてで挑戦したのでいやこれぜひ見てほしいあの映像倉庫だからあのラジオだけど映像付きで見れるんですよ。だからあのぜひ見てほしいなって思います。 しかもそうまさかの結末っていう感じなので <laughs> 見てみてくださいあと私の何人物相関図みたいなのも書いたりとかしたのであのそれもチェックしてくれたらなと思いますでそうそのなんか次の更新で私がこう一緒にやりたいって言ったのがおりんでおりんと一緒 ラジオも更新されたりするので次はそう次も出演になるのでまた更新されたらお知らせするんですけど来週とかこかのどれぐらいのペースで更新されてるのかちょっと分かんないんですけどでも「ンりんと」の収録の時ガチでお腹が好きすぎてあのめっちゃお腹が乗ってたんですよね。 だからお腹鳴ってる音が入ってるかもしれない。あ、毎週、じゃあ来週。来週の金曜、来週の金曜、来週金曜、8日 ?8 日かな ?8 日です、じゃあ、8日にチェックしてください。また X でお知らせしますので。 そうそうってね、コンテンツが更新されたりとか。まだ映像倉庫、この前も撮ってきたので、あの、映像倉庫のコンテンツ、またね、登場回があるので。映像倉庫、神コスパコンテンツなんで、よかったら、チェックしてほしいなって思います。そう、あとね、そう、ズッキーと一緒に、ようやくかき氷に行きました <laughs>。リスケにリスケを重ね <laughs>。 なんとか行ましたでも本当に今回もあのもう私がダメになりそうでうってなったんですけどあのねちゃんと行けて危なかったかき氷食べに行きました私があの食べに行きたいって言ったお店に連れてきました そうあのまた今日この後あとインスタグラムにあげるんですけどめっちゃ並びました1時間半ぐらい待ちました。めっっちゃ持って でも私それもねすっごいお腹空いちゃって、もうお腹空いたから <laughs>、空いたしなんか暑いからもうどっかで待ちたいって言ってカフェ入ったんだけど、そのカフェが、死のうど冷房なんかぶっ壊れてるのかなんかわかんないけど、もうめっちゃ暑くて <laughs>、涼むために入ったのにめっちゃ暑くてびっくりしちゃった。 ああのね整理券番号制だったから80分とかそう90分とかならねなくてよくて一回離れられるんですよ、まあ、今はそうやって離れられるところしかも無理ですよね本当はね事前予約とかがいいんだけど。 そうでようやくかき氷いけたんですけどもう私もうかき氷楽しみすぎていろいろこうインスタとかでもいろんなかきなんかどこのかき氷のお店がいいかなーみたいなのずっとこう考えながら見たりしてたからもう今インスタのさホームの画面みたいのがめっちゃかき氷になっちゃった <laughs>。 そう最近ねかき氷はあのずっと並んでなくてよくなってるよそうやっぱ行列だとねそう近所迷惑だからお店によってさ私はだからあの何去年とそうみなみとみなみと一緒に行ったお店一緒のお店だったから初めてそれ以外のお店に初めて行って美味しかったです あとそうか昼昼だけオープンしてて夜居酒屋さんですみたいなそう私たちが今回行ったところも夜は居酒屋さんですみたいなとこだったんですけどその居酒屋さんめっちゃ美味しそうだった <laughs> でも賢いなって思ったなんかさ居酒屋さんってさ基本もう5時とかからしかやらないじゃんっていうさそのさ使わない昼間の時間とか そしてかき氷かき氷ってめっちゃ稼げるらしいよ。かき氷は夏にあのかき氷はやるだけであの他は働かなくていいぐらい稼げるらしい。あの流行ってるとこはね。冬別に仕事しなくていい。 まあでもかき氷屋さんもめちゃくちゃ増えてきたからねいろいろ大変だとは思うけどああそう焼きマ屋さんも儲かるよそりゃそうでしょう儲かるよかき氷高いからね でも、いやめっちゃ難しいと思う。なんか、かき氷ってさ、いや、氷だからさ、そうやってさ、原価率低いからってなるじゃん。でもなんか、かき氷のそのものの氷こう、この、その氷屋さんを流行らせるのが大変だなって思った。あのその氷を、なんか、その、2000円ぐらいの価値にするのが、難しいなって思った。あの削り方とか。 例えばそのかき氷アカウントみたいなのあるからちょっと見てるとなんかこうレポとかこうあるんだけどなんかじゃあここの氷硬いみたいなこの削りが甘いみたいなとか結構なんかそのかき氷の人たち結構辛口だからさ そうもちろん氷の質あそうもうよくないといけないと思うしなんかその削り方がめっちゃ難しいんだろうなって思ったかきゴーラかきゴーラ あそう、あとはね、そう、今だと写真映えするとか、なんか、いかに美味しそうかとかもあるし。そう、値段が値段だから、それで一回こう2000円近く出して食べて、美味しかったらまた、あ、このお店行こうってなるけど、美味しくなかったら口コミ広がらないし、なんか人気にならないから、 めっちゃ大変なんだなっって思っただからそうやってさ成功したらもう夏だけ働けばあの他働かなくていいけどその何そのレベルになるのは大変なんだなと思ったしかも結構え普通に人気だったじゃんみたいなかき氷屋さんとかもなんかやっぱりもう結構厳しいのでもう年中営業はもうやめますみたいな。 インスタで見るよインスタでかき氷が調べますだからはまあまあ普通に難しいんだろうなって思うなんか流行ってるとはいえそうタピオカ屋さんとかもめっちゃなくなっちゃったじゃん普通にさ私が好きだったチェーン店とかもさ普通にバシバシなくなっちゃうからびっくりする もうあの秋葉原の劇場のあそこのこことかだけはなくなんないでほしい <laughs> あそう味がねちょっとよくなくなったらそれだけでもねダメになっちゃうしねいやマジ飲食店って大変なんだろうなって思うあそこのそうタピオカ屋さんはまだなくなんないだろうなって思ってるんだけど 私もすすっごいい利用するわけけじゃないんだけどねあのたまにめっちゃ飲みたくなるからあれなくならないでほしいあれとあのタリーズ <laughs> とサブウェイ <laughs> あそこも,もサブウェイもどんどん店舗なくなってくから本当に困る。 私がよくさあもう使ってたなあみたいなところもさ気が付いたらなくなってるとかさ普通にあるからさ「えここ結構使ってたのにな」みたいな普通にあるからそう最近はドーナツ屋さんとかも流行ってるけど。 そうみんなが飲んでるさ、あの、フラペチーノだったり、オウモラテとか、まだね、飲んでないんだよ。なぜならば、私はね、美味しいパウンドケーキを食べてたから、全然何も芋に手つけて <laughs> あ。あれだけは食べた、ちょっと、あのね、ルックの、あの、利き芋の焼き芋の、あのね、チョコレートがあるんですけど、限定の。それは、今日ね、食べました。 なんかねあのー、なんかすごいなんか言うとる言うとる言うとるああそう「みそも」も始まってるじゃないですか。 ごめんねなんかアナウンス言ってたから一応消しちゃったとかなんかいろいろあると思うんですけどマジであの私は美味しいパウンドケーキをずっと食べてましたここ数日はでもマジで美味しかった <laughs> 本当にあのパウンドケーキとかシフォンケーキとか あんまり自分で買わないですよでもめっちゃおいしかったあファミマのねクレープめっちゃおいしいよあれ去年食べたけどあれめっちゃおいしい超お土産のやつめっちゃおいしかったほんとにおいしかった ベースブレッドも食べますよ全然あれ私パンドケーキもらったって言った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 ぞあタルトねタルトもめっちゃおいしかったですあれもおいしかったタルトもおいしかったしまだあのさつまいもをはく であのお土産用で買ったやつ全部載せてないから少しずつ載せる気でいますでも今日はあのそうかき氷お芋のかき氷載せますそうだからまあでもあのタリーズのお芋ラテは味知ってるしそう知ってるやつも結構ある。 まあ,あとフラペチーノはやっぱタイミングあのカロリーめっちゃ高かった350とかあったからあのちょっとタイミングを見計らってにしますちょっと本当にブクブクになっちゃうのでうんでも本当最近もう食べてんだけど別になんか食べて困るようなこともないから食べてんだけどさ あ痩せなきゃって時にはもう何勝手にさそうやって危機が訪れたらもうあ痩せなきゃってなるから <laughs> そう店戸は5種類もあるからちょっと大変なんだよねあどうしようと思ってなんかもう一気にもう1日に5種詰め込むかちょっと分けて食べるかも迷ってるまあでも基本私1個は食べないから。 半分にしてママに半分はあげるって言って半分ぐらいしか食べないからって言ったら5個買っても2個半だからまあいいかなみたいなそう一応ちゃんと体重計には持ってるあやばいやばいやばいと思ったら。 あととちゃんと調節もしますよ今日はだからお昼はそうシフォンケーキを食べたかったから食べなきゃいけないシフォンケーキそんな日持ちしないじゃないですかだから食べなきゃと思って今日はお昼ご飯のあのシフォンケーキにしました。とあといただいてたあのセブンのドーナツが賞味期限切れそうだったからそれも食べました。 感じですでもそれでお腹空いちゃってさっき配信の前に納豆食べたでもお腹空いてるずっとそう私お腹空くとあのー、何全然喋れなくなるからさすがにこう配信するのに喋らなくなるのダメだと思って夜ご飯こう後食べるからね ご飯この後食べるからでそのなんか別にすっごいお腹が空いてるっていうよりも何か食べたいみたいなそのパンドケーキとか甘いもの食べた時のあるあるなんだけどなんか絶対別に食べなくても何とかなるのになんか口寂しくななるるみたいな現象にめっちちゃ落ちるのだからほんとなんか甘いものって中毒性があって良くないなって思うんだけど。 その現象だなって思ったからだから納豆にしたでもさ納豆もねあのママかかってきた納豆があの <laughs> タレとからし入ってないやつでなんかたまにあるじゃないですかタレとからし入ってないやつタレとタレとからし入ってないやつママかかってきて <laughs> そう安いその分安い,安いママ,ママなんかええー、みたいなって 私の方が知っててそれそれね安いからって言ってね買うとねこういうふうにねからしとタレがついてなかったりするんだよって,って <laughs> そうだから自分で自分でからしと醤油と昆布つゆ入れて食べたでもなんかもうもはやさそれでいいんだけど なんかでもさそういう人いるじゃんなんか付属のタレ絶対使いませんみたいな私もさなんか結構ウェログ見ててさたまにいるんだけどなんか付属のタレはあんまなんか好きじゃなくって絶対使わないみたいな人いるからやっぱなんかそういう人にとっては需要があるしそっちの方がさ安いじゃん。 私まあ、結果私も納豆外で食べるわけじゃないから <laughs> 家で食べるから別に家にあるしあそう料理に使いたいとか別に醤油いりませんみたいな時あったりするからそのたれいらないみたいな時にはめっちゃぴったりだよねそうたれね多分ね結構砂糖入ってる気がするんだよなって思ったりするから そうだからまあそんな感じで納豆を食べてから今日は配信をしたんですけどだからこうやって元気に1時間配信できましたそんな空腹に襲われずにだからかったけどあ私今日の夜ご飯知らないからなんだろうって思いながら。 いや、食べ物は正義なんです。食べ物がないと人生楽しくないから。あ,あまあ今日はこの後、インスタに載せ、あの、載せようって思ってるものはね、もう決まってるから載せるんですけど。私の愛しのズッキーダんが撮ってくれたので、あと私ちゃんとね、ズッキーがね、かき氷食べてる動画撮っただから、こう、 ハイライトまた楽しみにしててくださいで分私何も喋ってないかも今日今回の動画はなんかめっちゃね、まあ、先に言うとなんかズッキーってすっごいスローなのなん,かなんか動画何も0.8倍速とかにしてないんだけどなんかね多分0.8倍速に見えると思う なんか動画撮ってあれ食べないな <laughs> あれまだ食べないこれ尺足りるかって思いながら撮ってたから <laughs> って感じだった気がするなんか撮ってる時にはそうやって思った。 まあ全然なんかあ普通に食べてるかもしんないけどよかったらそれも見てくれたらいいなっていう感じですヤズッキーねかき氷選ぶの早かった 私,私そう一回かき氷行っちゃうと他のかき氷屋さん行きたくなるからあ次どこ行こうかなって思いながら私めっちゃ爆速で食べてたよ結構そこの氷溶けるのがめっちゃ早くてやばいこれ全部液体になると思ってそう「もったいない!うう」私はそう「もったいない!」と思っちゃうからこうやってなんか高いお金払ってあの液体になって食べれなくなったら「うわもったいないすぎる!」と思って。 <laughs> 急いで食べたそうでもそれでもね結構液体になっちゃったんだけど悔しいいや最近のかき氷頭全然痛くなんないよ そうで、あとね、ズッキーが優しいのは、なんかズッキー残りの方が先に来たの。でも、かき氷だって溶けるの早いからさ、もう絶対に先に食べた方がいいじゃん。でもなんか、でもとりあえず写真撮ってあげたりとかしてた、してて。でも私まだ来なくて。だからなんか、え、先食べなよって言ったんだけど、全然食べなくて。でも待つから、みたいになって。でもなんかだんだん、あのか、かき氷こうやってあんじゃん。だんだんズッキーがこうなってきて、やばい、それ溶けてる溶けてるって,言って。 <laughs> もうちょっと待たなくていいから「食べなって言ってそう優しいよねマジで私だったらさ「うんそうそんなのもったいないからああありがとう食べるわ」って言って食べてるけどさあそうだからそうそうあの写真のやつはもう結構ねそう私のやつ結構時間差で来たからぜの時結構食べてる時に来たから。 だからもっと多分本当にズッキーは過食部もうちょっとあったんだけど、そう私のことを待ってくれていたおかげで、優しいよね。年功序列って私とズッキー同期だから <laughs>。本当に優しさだよ。 なんか一緒に食べたいなって、なんか多分先に食べるの申し訳ないなって多分思ったんだろうね。なんか普通のご飯だったらわかるよ。でもかき氷はちょっとさ <laughs>、もう見るからにどんどん下がっていってんだもん。やばいやばいやばいって。面白かったな、それが。優しさだったし。 でもなんかちゃんと迷子になっててさいやなんかそれが安定感ってよかったよなんかねいいよね一生なんか方向音痴であってほしいなんかあれがシャキッとなんか「おなめミおはよう」みたいに完璧に来れるようになっちゃうとちょっと悲しい。 だから、だからなんか、え、大丈夫みたいに言うのがいい。そう、でもまあこの前はディズニーの時は逆に私が遅刻したからまあ何とも言えないんですけど。そう。でもさ、あの、何ズッキーのやつはさ、こう遅刻してるわけじゃないじゃん。あの、ちゃんと頑張って来てるんだけど。 <laughs> あのラーミンがいる場所がわからないってなっておろおろしてるのがかわいい当にそういうのがかわいいなって思うそのままで会ってくれと思ってなんかそうどんなにいっぱい出口があってもあの池袋の 池袋とか,なんか出口60個ぐらいあるけどそれでもなんか一発で「出てこれます!」みたいになられたらこう困る「へえー!」みたいになっちゃうからそれのなんかその感じも見れてそう安心したしかき氷ももう絶対に夏に行きたいってしたからそう行けてよかったしいや毎回迷子になったわけじゃないよもちろん知ってる場所とかはあれやったしでも今回ちょっと ね、私がいた場所がちょっと難しいところにいたからそうちゃんともちろん分かってる道は普通に余裕で来れるしあれだけちょっと難易度上がった時に「<laughs> え!」みたいになってるのかちょっと可愛いなって思って。 ズッキーフ今いる場所言ってくれるんだけど「待ってそれどこだ?」みたいなとこ言われたりとか <laughs> そういうのもなんか可愛「かわいいんだこの生き物」ねなんかな私って結構なんかきっちりしたい人だから。 のわりには私が結構ルーズなところもあるんだけどなんかほんとそういうのよくないなと思ってまあ自分もこうやってなんかきっちりできるようにしようって思ってるんだけどでもズッキーだけはね許せるんですよズッキーのんかズッキーそれほっこりするしミナミとかももうなんかもう分かってきたからもう理解してきたから もうむしろ、ちゃんと行かないとか、もう <laughs> こっちが、もう、ちゃんと行かないに合わせに行く。なんか、その行動パターン、人によって分かってくる。この人こういう感じだから。 でしかも遅刻する人ってさ、だいたいなんかその遅刻のパターン決まってんのよ。なんか遅刻する大だいたい20分遅れてきたりとか。なんか遅、ね、れてくる分数はだいたい一緒なのよ。遅刻する人って。なんかそれ私もわかるの。私も中学の時マジで遅刻までだったから。中午時間に。学校には間に合ってたんだけど、中午時間遅刻までだったから。 その時ももいつも絶対30分遅刻もうやばいなってそうだから自分もやばいなと思って本当にそういうの気をつけようと思って生きてるんだけどもともと自分もそうだったから。 いや何だろう何お仕事とかだったら絶対さみんな,なんか同期ね全員こう合わせてくるんだけどさかあのやっぱ私もその気持ちもすっごい分かるから,からそれのんかなんか本当になんか多少遅刻されても問題ない時間にまあそもそも設定するのと。 合わせ、あの、会う時間をね。あの、集合時間を。まあ、本当にその時間に来てくれても、ま、困んないし、そう。もう、南に関しては、もう私、集合のやつ決めるときに、この前はもう、ついに電車指定したもん。南の最寄り駅 <laughs>、<と S 2> <laughs> 集合場所で、あの、調べて、 から集合時間決めたなんかこれにこれに乗れたらあれだけどこれ一本逃すと絶対やばいからあこの時間にしようみたいなそう南はもうそれそれが一番いいってことに気がついて最近もうより駅知ってるから <laughs> 最悪これにこう乗れなかったとしても後で帳尻合わせられるなとかあ、まあ、もちろん強制的に「これに乗ってね」って言うんじゃなくて「あのこれ乗れる?」ってもちろん聞くよそれでは無理って言われたらさ帰るしさ、まあ、ちゃんとそう強制はしない提案だけど。 これにあの乗れないとあの何高くなっちゃうから料金が絶対にこれに乗りなよって言って。<laughs> みなでもほん、まあ、南も南で本当に絶対やばい遅刻はしないから <laughs> なんかそういう感じでなんかいろいろ癖があって人によって全然、ね、そういうのも近くてああ面白いなーって思って。 ほんとなんかね時間管理はもうほんと気をつけようなって思う自分でもなんかそうやってさ人に言うってことはさ自分ができてないとさ言えないじゃんまあそれなんかこうキャプテンやっててもそうなんだけどメンバーなんか自分ができてないことをこう人には言えないからだからそう自分が絶対遅刻しないようにしようと思って。 やってるだから本当にやばいと思ったら走るし <laughs> 私も結構ギリはやっちゃうからなんかしかもさなんか集合とかじゃなくったとしてもか毎日乗る時間とかがあったりとか高校の時とかそうだったんだけどもともとこの時間に乗ってたけどなんか1本ずらしても間に合うってことに気がついちゃったらさもうその1本遅くていいやってなっててどんどんそれで下がってっちゃうんだよね出発する時刻が。高校の時マジでそうだったから まあ大学の時もそうだったしそう,そうだってもう間に合うからさなんかまあ余裕持って出れたらそれが一番だけどとかそうほんと最近の義理なんですよねだからこう大体いい駅までこれぐらいかかるからあこう何分前には出ようねみたいなのがもう自分の中に決まってんの。でも んちょっと前まではそれで出れてたしそう仕事だとそれで出れるんだけど最近ちょっとね仕事じゃないとねずれてくんだよねで結局駅までちょギリギリになってファーってなって遅延するとマジで焦るだから遅延してもなんとかなるような時間で行くようにするよもちろん。 結構走ってること多いですよ近所やばいと思ってでもなんか同じように、あのー、朝とかやっぱ急いでる人いるんだよなんか一緒になってこうやって走ってる。 ってなわけでちょっとしゃべりすぎたんですけど終わりたいと思います次の配信は月曜かな月曜にはできると思います まあまあ,来週あできまあまあ、まあ、毎日は難しいけどめっちゃできないって感じでもないちょいちょいやりますって感じです時間は今日ぐらいだと思いますあ、お話し会の支払いお忘れなくマジ厳しいからねみんな,なん完売もねどんどん増えてて本当にありがたいですサインお話し会もちろんオンラインのサインの部が残り2部とかだったのであの皆さん あの何あやばいサイン全然なかったって人とかはよかったらチェックしてください。ラッキー57位はアナーさんです。ラッキー で13位は、ななちゃさん、12位、りーさん、11位、アーターさん、10位、なおさん、9位、ゆきたんさん、8位、わッくさん、7位、デーマンさん、6位、レフティサポさん、5位、ヨッシーさん、4位、ひろっぴさん、3位、チョコミントリスさん、2位、まさしさん、1位、オーバーレブのマーくんです。ありがとうございます。はい、オンラインのサインは皆さんお忘れなく、みんなちゃんと撮ってるか、 確認してね。でも結構本当にこんなに考え出てるから結婚の人がもうチェックしてくれてるとは思ってるのはいるんですけど。よろしくお願いします。なのでキャッチフレーズして終わります。あ、この後インスタ上げるので見てください。あなたのハートを気にしたい。いつも全力。 Bye bye.